前提の津山洋楽五宝の共造津山洋楽資料館は岡山県津山市の上東町並保存地区にある洋楽を専門とする博物館である。津山市を含む三正地方は日本の近代化に貢献した優れた洋楽者を多数輩出したことから洋楽の研究施設として1978年3月19日に開館し関係資料や 史跡の調査研究を行っている。1920年建築の旧館。1973年まで銀行として使用された。あと、津山市に譲渡され、津山洋楽資料館として2010年に新館が完成するまで使用された。1975年、津山出身の洋楽者、三栗玄保の成果である、三栗玄保旧宅が、 国史跡の指定を受けて復元されたことをきっかけに、津山に縁ある洋楽者を検証する機運が高まり、旧西尾銀行、林田支店の建物を活用して1978年に開館した。開館時の収蔵資料は約600点であったが、その後32年間で9400点と大幅に増加し、収蔵スペースの不足を解消するため、2010年に 現在の上東町並み保存地区内に新築、移転された。建物は津山洋楽五宝と称されるをモチーフに五角形のホールと展示室の連なりを基本として設計されている。展示室の壁は津山範囲、宇田川洋安が日本で初めて本格的な西洋の植物学を伝えたことにちなみ、西洋風の植物をモチーフとしたオランダ北部の 港町ヒンデローペンの伝統的な絵付け技法で装飾されている。日本建築家協会中国支部開催の中国建築大賞2010において一般建築部門大賞を受賞している。2017年以降、展示解説の多言語化を進め、日比国際大学の協力で英語、中国語、韓国語版のパンフレットを作成、配布している。また、 2018年3月から、英語、中国語、韓国語、オランダ語の音声ガイダンスを導入した。常設展示室の主な展示品一覧。一部、展示替えもある。スポット展示では、オランダ総領事から2016年に送られた、ヒンデローペンの装飾館などを展示する。第一展示室。 人体に隠された科学への扉第二展示室、世界へと開かれていく目第三展示室、日本の近代化と津山の洋楽社1981年結成。研修旅行や史跡見学会などを行っている。2015年度にオランダカルタを復元再販した。これは洋楽資料館のミュージアムショップで購入することができる。 創立35周年を迎えた2016年には津山国際ホテルで記念祝賀会が行われた。ここでは森島中領著の高毛雑話から大月玄卓が長崎で食したオランダ料理を発芯な再現して提供された。新館移転後、一般向けに夏休みに様々なワークショップを開催し、地域の親子連れ等に好評を博している。 オランダの伝統的な装飾技法であるヒンデローペニア、スタップホストの講習会を行っている。夏休み教室の恒例行事として定着しており、毎年参加する人も多い。2012年から津山工業高等専門学校の広木和明、准教授らの指導により、江戸時代の科学書、精味階層からの再現実験を行っている。講習は津山高校科学部等が講師を務め、 小学生を対象に開催している。これらの実験の詳細は洋学資料館のホームページ等で公開されている。ありがとうございます。